皆さんこんにちは。 IT ビジネスアナリストの深田萌です。今回はバイデン政権が自動車用チップの調達に協力、その一方で何もしない日本政府についてお送りしたいと思います。その前にいつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして通知設定ベルマークチンとしてくださいね。はい、これ何かっていうと、今世界で自動車向けの半導体チップが足りないというふうに言われていてですね、世界中で自動車の減産が始まっています。で、足りない背景はですね、その日本国内でもその自動車向けの半導体チップ工場が徐々にこの10年かけて減ってきていたということと、昨年ですね、旭化成の半導体の火災があってですね、それが、今期の不足、半導体の不足に影響をしているというふうに言われています。で、そんな中でですね、半導体のチップを世界で一番たくさん焼いているのは台湾の TSMC という会社なんですが、まあ、そちらの会社がですね、自動車向けよりもどちらかというと 5G とかそういうコンピューター向けの民生品の方に力を入れているので、それがまあ自動車産業にちょっと振り分けてもらったら足りるかもしれないのにっていうところなんですよね。まあ、それでアメリカですとか欧州政府っていうのはその自動車メーカーのために、台湾当局に働きかけているというニュースが出ています。で、ブルームバーグによると、ゼネラルモーターズ、フォードモーター、フィアットクライスラーの米国事業のロビー組織である米国自動車政策評議会は、米国商務省とジョー・バイデン政権に対してアジア半導体メーカーに消費者向けの電子部品からの生産を再配分して、自動車に不可欠なチップを製造するように圧力をかけたというふうに報道されています。そして、台湾の自由時報、世界の自動車産業は自動車チップの深刻な不足に直面しており、その結果、自動車は減産されてしまった。情報筋によると、ゼネラルモーターズは台湾政府にチップ供給の確保の協力を求め、欧州連合は同じ問題について台湾当局に働きかけ、台湾政府は実際に TSMC などの半導体ファウンドリーに懸念事項を転送しましたと述べている。というふうなニュースが流れています。で、こういうふうに見てみるとですね、バイデン無能だとか、認知症疑惑が出ているんですけれども、産業のためには菅政権より全然役に立っているということになっちゃうんですよね。なので今の日本政府はそのバイデン政権以下の仕事しかしていないというちょっと悲しい状態です。で、無能で何もしないだけだったらまだいいんですけど、頭良くて、外国のためにですね、自動車産業、自国の産業を破壊してるような状態なんですよ、今。やばい国なんですよね、ここ。ちょっと、ニコニコしちゃって、やばすぎて笑っちゃうんですけれども、しかも何のために自国産業を破壊してるかっていうと、小泉環境利権のためなんですよね。小泉は環境利権を追っていて、その環境利権でガソリン車ゼロにしましょうっていう、めちゃくちゃな、頭がおかしい、エコでも何でもない、その政策を目標に掲げて、今、ガソリン車をゼロにするっていう方向で進んでるんですよ。で、そうなると、今後どの道、その EV 車中心になってくると、今の時点でもガソリン車も半導体チップ必要なんですが、 EV 車になったらもっとたくさん半導体チップが必要になってくるんですよね。そうすると日本でそのずっと半導体チップを、半導体チップは車用産業なんだというね、メディアの嘘を信じて日本は半導体産業どんどんシュリンクしてきたんですが、半導体が今足りないっていう状態になってるんですよ。ということは今は台湾の TSMC という半導体企業がですね、キングメーカーですね。誰が王様になる、誰を勝たせてやるのかっていうキングメーカーになって、自動車産業をこう翻弄してるんですよ。で、そのキングメーカー様に選ばれたのはテスラとアップルカーなので、じゃあ他の産業は、他のね、自動車メーカーは死ねえやっつうことで、チップがもらえない、買えないっていう状態になってるんですよ。で、この
ね、アップルとテスラが自動車用のチップをね、調達できるのに、日本の自動車産業だけチップが調達できない。あ、日本の自動車産業だけじゃなくって、まあ、欧米の自動車産業もチップが調達できないっていう、ちょっとね、おかしな状態になってるんですよ。で、その一方で、ヒュンダイ自動車とか、キア自動車っていう韓国の自動車メーカーは減産発表しないですよね。その背後に何があるかっていうと、それはサムソンがチップを生産しているから問題ないんですよ。ということは産業政策で日本は韓国以下なんです。韓国はだって自国経済を守るためにサムソンにはかなり力を入れてきたんですよね。日本は自分の国の産業を潰すために半導体をこう、すごく冷遇してきたんですよ。1980年代後半から。それが今、実を結んで、日本のエレクトロニクス産業はボロボロになり、中国、台湾、韓国が、まあ今、エレクトロニクス産業を栄えていて、今後、自動車産業も滅んでいくっていうようなところまで追い詰められてるんですよね。で、それは、韓国、台湾っていうのは、自分の国は半導体を大事にしていくっていうことを、政策として舵を取ってきたからであって、日本は潰してきてるんです。その差で今日本は自動車産業をチップが調達できませんよっていう状態になっています。で、その韓国は今どちらかというと、その台湾と仲がいいんですよね。なんで台湾と仲がいいかっていうと、半導体素材、日本から、輸出の手続きっていうのを正常化させられたので、輸出の手続きちょっと煩雑になっていて、必要な最先端素材が手に入らない状態になってるんです。それを今助けてるのが台湾なので、台湾と韓国今すごく仲がいいんですよね。ところが、見てみると、振り返ってみると分かるように、日本のその反韓、嫌韓感情って慰安婦問題から始まってるんですが、この慰安婦問題、皆さんご存知かもしれないんですけれども、その韓国のその慰安婦問題ね、その震源地ってカリフォルニアにあるその抗日支持以後連合会というところから、半島系の慰安婦だったという人が日本に派遣されて、私は慰安婦でしたっていうことからかなり話が大きくなってるんですけれども、その抗日支持以後連合会って、台湾育ちのフローレンスファンがお金をこう、かなりこう寄付してですね、反日プロパガンダをカリフォルニアで始めて、そこが、レイプ・オブ・ナンキンのアイリス・チャン。この人も台湾系なんですよ。のアイリス・チャンが、まあ、石膏財閥系の台湾人なんですが、この人も、反日活動をして、韓国と一緒に、私たちは、日本の統治時代に、一緒に日本軍にいじめられた、日本人にいじめられた。そして、性奴隷にさせられたっていうことで、仲良くしましょうというふうに、言ってですね、台湾系の慰安婦の活動団体と韓国系はすごく仲がいいんですよ。それで、日本は、韓国は、ね、昔は仲良くやっていたのに、今更慰安婦問題でって言って、今日本と韓国仲が悪いんですけど、それ仕掛けたの台湾人なんですよ。それ知らずに、台湾は親日で、韓国は反日って単純に思うのはちょっとどうなのかなって私は思うんですよね。これって、小学生の女の子がよくやる、私はあなたの友達だよねっていう風にすり寄ってきて、いろんなこの話を聞き出してですね、それで、何々ちゃんはあなたの悪口言ってたよって言うと、言われたらカッとなって、私もあの子嫌いよって言うじゃないですか。それを言質を取って、そのまま相手のところに行って、あの子ってさ、あなたのことこんな性格悪くて大嫌いって言ってたわよとか言ってですね、この二人をこう、仲違いさせて楽しむ女子ほんといるんですが、まあそういうことを日本はやられて、こう操られてきたっていうことなんですよ。なのに全然日本の人って気づかないんですよね。
で、まあ、その、まあ、とにかく、そうやって、まあ、日韓関係が、こう、台湾からのプロパガンダで引き裂かれてですね、悪くなっていてですね、韓国に、日本に自動車産業のチップを分けてくださいっていうことも、日本政府はやらずにですね、まだまだ韓国叩いてるんですよ。で、その前に自動車産業のね、就業人口540万人どうするんだっていうことを、なんでこの子に考えないのかなっていうふうに思うんですよね。で、結局その自動車産業何をしてるかっていうと、まあ三菱自動車はですね、フォルクスワーゲンとともに、陳水扁時代の行政院長の林新義に協力を求めたんです。なぜこの林新義なのかっていうことは、まあメルマガで書いているんですけど、三菱が日本政府じゃなくって外国政府の元政治家に泣きつく時点で、この菅政権がどれだけ終わってるかっていうなんかのがこう、わ かりますよね。もう本当日本の企業がどうしてその台湾からチップが調達できないのか。日本は台湾と仲がいいとか、台湾はすごく親日なんだっていうプロパガンダが流れてるけれども、本当に親日なんだったら、なんで日本の自動車企業が台湾からチップを調達できなくって、アメリカのディープステートのと仲がいいテスラとかアップルばっかり調達できるのか、どうしてだろうとか思わないのかなってちょっと思いました。で、結構私、日本の自動車産業が、日本の半導体工場がどん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 ね、台湾企業に売られてるから、日本の半導体工場が減ることによって、自動車産業にもインパクトがありますよって話を、いろんな台湾、日本の政治家に説明に行きました。でも、ところがですよ、台湾系のロビー団体とか、台湾と仲のいい保守派の団体がですね、深田萌は嘘つきだから、信じないでくれっていう話をしてですね、どん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 その日本の半導体企業を台湾に売るように進めるんですよ。その結果、今日本は自動車産業をチップ調達できなくって、減産に向かってるんですよね。で、そうやって、外国と仲良くするっていうのはすごくいいことなんだけれども、いろんなね、利権団体の言葉に乗せられて、操られて、結果的に売国をしてしまってるっていうのは、ちょっとどうなのかなっていうふうに私は思います。まあ特に私は産業から来た人間なので、ね、なんかその精神的にどうかどうだこうだっていうよりかは、自分の国の産業を残すことが大事っていうふうに思ってるからそう思うのかもしれないんですけれども、口先で私たち友達だよねって言われて、信じて仲良くして裏で悪口を言われていたっていうことは、もう小学校中学校で散々あったので、もうその手には乗りたくないかなというふうに思いました。ということで、今日もありがとうございました。あ、最後に一つ、自動車産業を救う秘策があります。自動車メーカーが日本の半導体素材メーカーを買収して台湾に売らないと。売って欲しかったら、自動車メーカーにチップをよこすんだっていうことを約束させて売るっていうね、そういう戦略もあると思います。ということで、じゃあねー。